今回はダンジョン飯ダンジョン攻略の要は戦士だった。に対するネットの反応を紹介します。ではご覧ください。こいついないとダンジョン攻略できないだろ。魔物に対して無警戒すぎたけど死んだことなかったんかな。罠だらけの部屋知らなかったし安全確保できてるルートだけで生活してたんだろうね。ゴーレム瞬殺できる程度には強いし。ヘルピーに対しては馬という存在自体に思い入れが強かったのが災いした。初めて死んだのが原作でも結構後だからな。一人でも欠けてたら不可能だったギリギリパーティ。初期はライオスいる必要あるって思ってたけどなんだかんだライオス必要だったな。あのパーティ全員どこか抜けてるよな。いやでもライオスだけかなりおかしいな。自分の範疇で今あるものとわかるもので最善手を打つやつで、他人が意見を言うとちゃんと咀嚼して即取り込むやつなので日常生活では付き合いづらいけど、冒険リーダーの素質は高いとしか言えない。むしろ初期からライオスは絶対必要に見えた。なんだかんだでリーダー適性あるし。初期からずっと魔物知識活用してるライオスが必要だとは全く感じなかったが、初めての死亡がかなりえぐい死に方でかわいそう。なんだかんだ戦闘にも割と借り出されるチルチャック。レッドドラゴン討伐までは前払いで戦闘なしの案内だけの依頼だから基本戦闘はやらなかった。シスルと出会った後は依頼外だから生きるために弓常備になった。決断力はすごいよねライオス。パーティーに指示するブレインがパーティーメンバーから信頼されてないのダメだろライオス。大モンスターの知識と作戦は信頼されてるライオス。でもところどころ抜けてるからリーダーとしての点数は低めに皆からつけられてるライオス。魔物に対する指示はめちゃくちゃ信頼されてるだろ。それ以外は知らん。妹がいないとコミュ障気味になるライオス。中盤からはダンジョンが普通に殺しにかかってくるから五つ身が必要になる。戦闘方面では全面的に信用されてるだろ。むちゃくちゃな作戦に付き合ってくれるし、リーダーやってる以上信頼はされてるだろ。悪い方向にも信頼されてるだけで、アニメ化されてる範囲だけでも動く鎧の突破とケルピーからの戦士救出は全面的にライオスのおかげだろ。点数低いから信頼されてないって理屈通す気なの？言葉足りないのは確かだけど説明しろって言われたらちゃんとするからな。ソロで狂乱とドラゴン勢揃いをちゃんと理屈立てて攻略する三段立てたのが本当にヤバすぎるからなライオス。改めて見ると作画失敗したレッドドラゴン戦も披露させてからの渡り廊下落としでまでは考えたけど、そこでマルチルが戦士の鍋は炎を防げる。って勘違いしたから、そうか。じゃあ通るなこれ。って話になったんだな。古今東西ドラゴン軍団シスルを短期でさばいたのはマジですごいよねライオス。作中で登場してる限りではあれなんとかできるやつ他にいないと思う。何とかできそうだと思えるところがすごい。敵を知ればなんとやら。会話ができてシスルが有効的になった。って警戒といたのが、ライオスの悪いところというか弱いところでもあるんだけどね。実際シスルはあれでライオスを有効的に迎えてるつもりなのがなおひどい。ライオスはいいやつだからな。ドラゴン軍団は仲間瞬殺だったからな。竜の群れは相手が悪すぎるけど、はぐれてライオスの魔物知識判定と指示なくなるといとも簡単に全滅していく例だよね。ウィザードリー知ってるとチルさんがどれだけ重要なのかがわかる。戦士隠れ住んでるようで割と戦争にとどまってるからな。ライオスは自我を出さなければ最高のリーダー。自我の部分が最悪。シスルがどんな状態だったか考えると会話してるのはかなり融和的だったとは思う。大抵の相手にはうるせえしねってやってくるだろうし。本性というか本心のところが最高で人間関係に鈍感すぎる以外は理想的に近いリーダーだからな。チルチャックがカエル倒すときにそのナイフで下切れば良いんじゃないかって思ったけど防護服作れたから結果オーライか。戦士料理道具は武器じゃないのじゃ。パーティーに誰一人役立たずはいないよな。皆がそれぞれ役割があるのゲームバランスが良い。
タンスさんの奥さんが小さい頭蓋骨の首飾りみたいなのしてるのアニメで初めて気づいたけど、あの二人って強いの？強いし賢い。ライオスは村と軍隊で陰惨な目に遭ってきたのに、その前世は何なんだよ。ファリンも結構辛い人生歩んできてるんだが、びっくりするほど善人だからやはり似ている。兄弟で支え合えてるのがでかいんだろうな。最初チルチャックは代用可能かなって思ってたが、最後まで読むと重要さがわかる。なんだかんだ魔物知識抜きにしてもライオス抜きだと集団がまとまらないみたいなところは大いにある。魔物食研究家と魔物食ってくれる魔術師がそんなにいるかな。前パーティーはファリンいないと成り立ってなかった感ある。改めて読み返すと、要所で井包の速攻も役に立ってる。この冒険に無駄な仲間と食材はなかった。いや、割と余計なものも食ったな。ファリンへの思い出話になるから全部必要。魔力高いの食べるとお腹壊しちゃう体質なのに、よく魔物食で暮らしてたよ。鉛はうなってたけど、戦士はヘが止まらん程度なので、だいぶ耐性ある方なんだと思う。魔物イコール魔力が高いとは限んのでは。補充目的でわざわざウンディーネ食べたし。まあ原作よろしく、キャラクリからパーティの加入だった今で自由にやれて、人間関係考慮しないならあんまりキャラはいないかもね。その場合ライオスが翼し帰還させる動機が今一つないし、なんなら魔王ライオスルートになりそうだけど。万全ならレッドドラゴンも普通に倒せてたかもしれない。ベテランパーティーだったというのを忘れてはいけない。元のパーティーでレッドドラゴン倒してても、狂乱の魔術師出現で罪だったから怖いよね。様子がおかしかったら殺せをマジで霊廟でやる。いずつみ、最初ライオスソロで行くつもりだったけど絶対無理だったな。万が一進めたとしてもレッドドラゴン相手に何もできん。大前提として活動した後のドラゴンはしばらく寝てる想定だし。腹壊したの一回だから相当運がいい。ライオスは父親の教育が良かったんだろうな。後曲がりなりにも軍隊入りしてたのも大きい。一人の場合どうやってレッドドラゴン倒してたんだろうライオス。なんだかんだで策をひらめきそうではあるが。不得意植物のあたりのマルシルはただのどんくさだったな。細胞王様になるのを誰も反対しないくらいには信頼されてる男。それはそれとして、近くにいるといろいろ言いたくなる男。それがライオス。魔物食さえしなければ到達だけはライオスソロでできたと思う。でも一人だと食料あっても魔物食して食中毒になるだろうな。今回はダンジョン飯ダンジョン攻略の要は戦士だった。に対するネットの反応を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。